ブラックホーク戦争、ブラックホーク戦争、ブラックホーク戦争、A、ブラックホーク王は、アメリカ合衆国が1832年に、アメリカ合衆国北西部のインディアン部族から彼らの領土を奪い、植民地とするために起こした北米植民地、戦争であり、インディアン戦争、民族浄化である。合衆国に領土を奪われた総区族が、これに反旗を翻したもの。 彼らの抵抗戦は、同じ境遇にあった総ク族、フォックス族及びキカプー族の共感を呼び、各地で戦いを引き起こした。州長が自身の部族の交渉の矢面として立ったため、ブラックホーク戦争と呼ばれている。インディアン反抗勢力の弾圧に関わったアメリカ軍は、イリノイ州及びミシガン巡州、今州、京のウィスコンシン州の民兵であった。戦争とは、 名前がついているが、2ヶ月半の間の戦闘は多く小競り合いの繰り返しであり、最終的にはインディアン戦争のお定まりであるインディアンに対する民族浄化となった。合衆国の独立以前から英仏両国はミシシッピ側の西側へ厳住民インディアンの多くを追い出した。ソーク族とフォックス族も武力で領土を追われたインディアン部族だった。の 五代子やデトロイト周辺から追い出されたソーク族を呼び、ホックス族はさらに西方にやむなく移動し、北はウィスコンシン川から、南はイリノイ川、またミズーリ川の北に集落を作りこれを領土とした。ソーク族の中心集落、ソークヌクは18世紀半ばにはすでに作られていた。ブラックホーク州長は1767年に、そこで生まれ、人生の大半を過ごした。独立後、 アメリカ合衆国は東部沿岸に沿った入植が主で古代古遺跡への入植は父としていた。1804年、インディアナ巡州の知事ウィリアム・ハリソンはその領土を増やすためソークフォックス族の州長たちとセントルイスで条約交渉を行いミシシッピ側の東の土地を年2234.5ドル相当の贈り物と毎年1000ドル相当の 贈り物をするという条件で譲り受けた。ソークフォックス族とのこのセントルイス条約は友好関係と平和を促進する条項も含まれており、公益や保護の保障も謳われていた。インディアンには土地の測量が終わり、正式にアメリカ合衆国政府にここが売り渡されるまでそこに泊まっても良いこととしていた。しかし、インディアンには 土地を売り買いするという文化はなかったので、白人側の思惑通りに、彼らがこれを理解していたかどうかは疑わしい。つまりこれは、インディアンから見れば、白人が贈り物をして、和平を結びに来たということであって、白人から見れば、贈り物をしたから永久に出て行けということである。それから二十年は平穏に過ぎた。百二十八年になって、 合衆国はこの地の測量を行い始め、インディアン管理官、トーマス・フォーサイスは、インディアンたちに、この地から永久に立ち抜いて欲しい要求したことで、ブラックホーク戦争と白人が呼ぶ紛争が起こった。インディアンは寝耳に、水のこの要求に驚き、激怒したのである。紛争の究極の要因は土地に関する論争であり、1804年のセントルイス条約に起因していた。 しかし、そもそもの紛争の原因は、白人がブラックホーク州長を指導者だと誤解したことにあった。白人たちは、ブラックホークと条約を結べば、ソーク族も、ホックス族も黙って、これに従うだろうと考えたのである。しかし、インディアンの社会は、基本的に合議制であり、その合議の調停者、つまり、チーフ、州長として、ブラックホークは、 人との交渉役を引き受けたのであって、朝廷役が白人と交渉時を行ったとしても、部族全体はその方針になん拘束されないものである。インディアンにとって、それはあくまで、ブラックホークと白人の個人的な取り決めに過ぎないからである。当然ながらこの白人の要求は、ブラックホークや部族内で論争になった。上述したように白人は、 ブラックホークを大指導者と勘違いして彼と条約を結んだことで全部族の了解を得たつもでおり部族の全体会議に何も相談がなかったからである。また部族を代表する者には土地を売り渡す権限がなかった。というよりも部族を代表する者などインディアン社会には最初か存在しないのである。ブラックホークやソークフォックス族がイギリス軍と同盟し アメリカ軍と戦った米英戦争後、ブラックホークは1804年条約を再確認した1816年5月の条約に署名、印を書だけであるしたが、そのことを彼は後に知らなかったと抗議した。ブラックホークはあくまで酋長、調停者であり、部族の全権を委任された者でも代表でもないから、 白人の彼に追わせようとしている責任は全く理不尽なものだった。ブラックホークが米英戦争の前線を離れている間に、総区族のケオククが頭角を表し、この二人の関係は対立関係になっていた。イリノイの入植白人人口は、米英戦争の後で一挙に膨れ上がり、1820年には5万人を超え、1830年には15万人に達していた。 1825年、13名の総区族と6名のホックス族が1804年条約を再確認る新たな同意書に署名した。白人たちは、この署名で部族の公認を得たものと解釈し、1828年、アメリカ合衆国政府の連絡窓口である、トマス・フォーサイスは、インディアンたちにミシシッピ・ガワイ島の集落を明け渡すよう通告したのである。 ここでも合衆国は大きな思い違いをしていた。13名のソーク族と6名のフォックス族が同意書に署名、X 位を書くだけであるしたとしても、インディアンにとっては、それは彼らの部族と何の関係もない個人間の同意に過ぎないのである。1830年7月15日、アメリカ合衆国インディアン担当理事、ウィリアム・クラークは、ウィスコンシン州プレイリードシーンのクローフォードトリデで、 ソークホックス族と新たな条約調印を行う。この条約は10万7000平方キロメートルのソーク族の土地をアメリカ合衆国政府に譲渡させるというものだった。この条約ではソーク族及びホックス族と彼らの伝統的な敵であるスー族との間に中立地を設けて今後敵対的な部族間の争いが起こらないようにしていた。 この条約には、ケオククが署名、印を書くだけであるし、1830年11月には、ダコタ数族に承認された。もちろん、ケオククの同意署名は、部族民すべての同意とは、無関係である。すべてを共有するという文化を現在でも重んじる。インディアンにとって、白人のこの退去命令は全く理解できなかった。1832年4月16日。 イリノイ州知事は、志願兵5個連隊をベアズタウンに集結させ、命令に従わない、ブラックホークたち総区族の一派をイリノイから追い出すために、北へ向かう要う宣言を発し。結果的には、アメリカ陸軍の3分の1が関わることになったが、イリノイ州民兵9000名が、アメリカ軍の主要な構成員であった。5月9日、イリノイ州民兵の小さな大隊が、 ディクソンのロック側にあるイの集合地点から、ブラックホークの追跡を開始したのが、ブラックホーク戦争の最初の戦闘となった。最初の戦闘の後は、いくつかの小さな小競り合いや、虐殺が続いた。これらの小競り合いの後で、知事は、さらに4000名の民兵隊の徴兵を行った。5月27日と28日、最初に集めた民兵の1ヶ月の徴兵期間が終わり、 女体となった。連邦政府は、ウィンフィールド、スコット将軍の1000名の正規兵と300名の牙、志願兵を作戦に加わらせた。この作戦の指揮官、アトキンソンの役割は、間もなく終わるものと見えたとき、これらがアメリカ軍を襲った。ウィンフィールド、スコットの軍隊が、東部からイリノイに持ち込んだものだった。スコット将軍は、アメリカ軍正規兵約1000名を集めた。 ニューヨーク州バッファローから船に乗ってシカゴへ向かった。これらのもとはその軍隊の中にあったという記録がある。遠征隊は悪い運命にあった。病気が発生し多くの者が死んだ。兵士が上陸した場所では病原菌が残され、兵士は逃亡した。遠征隊が通り過ぎる。 町の人々に感染が広まることを防ぐ処置が取られ、最初の患者が出たところで3名の市民が死んだだけで止められた。しかし、1833年にも大規模のコレラ感染が合衆国中に起こった。その根源はスコット遠征隊に遡ると考えられた。遠征隊がシカゴに上陸した時、戦闘可能な兵士は200名に満となかった。 スコットは戦場へ向かう作戦を中止する必要性を感じた。その代わりに援軍と物資を待ち、病気にかかった兵士の面倒を見ることにした。スコットは戦場への到着が遅れたが、平和交渉の草案作りでは重要な役割を果たした。ブラックホーク州長がいたのは白人がブリティッシュバンドと呼んでいた集団で、彼らは4月5日にミシシッピ川を渡った時点で、 約500名の戦士と1 0 0名の老人、女性、子供であった。これには、ソーク族、フォックス族及びキカプー族が加わっていた。彼らは、アイオワ川との合流点近くでミシシッピ川を越え、続いて、北東のロック川に沿っていった。ソーク抜くの廃墟を過ぎ、ソーク族ホーチャンク族、ウィンネーバー五族の呪い師、ワボキエシエク、ホワイトクラウドのいる集落へ向かった。 条約で割譲された土地には、ソークヌクの集落も含まれていたが、ブラックホーク州長は、土地の売却を認めず、この集落に泊まっていようと決心した。ケオク区やアメリカ当局の反対にもかかわらず、ブラックホークの集団は1830年の冬の狩りの後は、ソークヌクに戻った。1年間の緊張状態の後、ブラックホークたちは1831年にも再び、 ソークヌに戻ったので、イリノイの知事ジョン・レイノルズは国土の審判と宣言した。ブラックホーク州長たちにしてみれば、白人の要求は理解不能だった。レイノルズ知事の要請に応え、エドムンド・ペンデルトン・ゲインズ将軍がセントルイスから軍隊を率いてソークヌ区に到着し、ブラックホークに即刻退去を要求した。調停者であるブラックホーク長は一旦これを拒んだが、 6月25日に、レイノルズが召集した民兵1400名も加わって、脅しをかけられたので、流血沙汰を避けミシシッピ側の西に戻った。6月30日、ブラックホークとブリティッシュバンドの州長たちは幸福の同意書に無理やり署名させられ、故郷に戻らず、ミシシッピ側の西に泊まることを約束させられた。1832年4月5日、 ケオククたちとブラックホークたちが対立し、ブラックホークら、ブリティッシュバンド1000名がイリノイに戻った。ホーチャンク族、ウィーンネバーご族のワボキエシエクは、ブラックホークに、ホーチャンク族の支援を約束して、戦争の勃発に関わることになったとされているが、実際には、ワボキエシエクは、自分の部族を擁護していただけだった。また、 ソーク族のニーポープ州長が英国とイリノイの他の部族もブラックホークらの支援の用意がある。実際はなかったとラックホークに伝えたことも彼らの故郷への帰還に繋がった。ヘンリー・アットキンソン名誉巡将は戦争遂行の任務を与えられた。連邦政府の当局はソーク族とフォックス族の州長と共にブラックホークとその集団にミシシッピ側の西への撤退を命じたが、 ブラックホークたちは拒否して、そこを離れなかった。その後まもなく、ブラックホークは、ホーチャンク族とポタワトミ族と協議し、ニーポープが言うような、イリノイアミシュガンのインディアン部族と、イギリス軍が、ブラックホークたちを助ける意思がないことを知った。5月10日、イリノイ州民兵が、ブラックホークとブリティッシュバンドがアイオアに帰る決断を、したと聞いて、予言者の村を焼いた。 その後のスティルマンズ・ラン事件が、その帰国を妨げ、ブラックホーク戦争が始まった。ブラックホーク戦争の最初の衝突は1832年5月14日に起こり、ブラックホークのバンドの予想外の勝利に終わった。民兵隊は馬に乗って、その後を何台かの荷車が追っており、骨の折れる行軍の後で、現在のスティルマンバレー近くキッシュウォーキー側の北で、 ブラックホークのバンドと接触した。民兵がブラックホークのバンドの三人の石膏の一人を殺したとき、総区族の州長が四十名の騎馬戦士と共に、黄昏の民兵宿営地を襲った。民兵の数は二百七十五名以上いたが、結束はすぐに壊れて、三十五マイルほど離れたリクソンズフェリーまで逃亡した。この襲撃の時に、 イザイア・スティルマン指揮下の11名の民兵が戦死した。スティルマンバレーでの最初の衝突のすぐ後で2000名の地に植えた戦士が北部イリノイを接見して破壊を欲しいままにしているという情報操捜査された一方が一体の白人を恐怖させた。ブラックホークは最初の小競り合いの後舞台の中にいた非戦闘員の多くをミシガン巡州に連れて行った。 5月19日、民兵隊は、ロック川沿いの道をたどり、ブラックホークのバンドを捜索した。翌月に、北部イリノイと南部ウィスコンシンで、いくつかの小さな小ゼリアンや虐殺が起こり、民兵隊は、ブラッティレイクとアダムズ・グラブの戦いで、やっと地を取り戻した。5月19日、ジェームズ・エーム・ストロード大佐の放った6名の特殊、任務部隊が、ガレナに向かう途中で、 オグル軍のバッファローグラブ開拓地、現在は廃棄近くで、インディアンの一体に待ち伏せさた。この時の犠牲者は一人だけだった。この兵士は、ウィリアム・ダーリーといって、彼の倒れた場所に、フェリックス・セント・ブレインによって埋葬された。他に二人が、衣服の備品に銃弾を受けたが、傷は負わなかった。1910年に、イリノイ州ポロのポロ歴史協会が、ダーリーの記念碑を建てた。 この時、ダーリーの意外も、記念碑のもとに移送された。ブラックホーク戦争の中で最も有名で、公にも宣伝された出来事は、ブラックホークとそのブリティッシュバンドには、直接結びつかない周辺的なものであった。イリノイ州、インディアン、クリークの近くの水泳をめぐり、白人入植者と争いとなり、ポタワトミ族の若き戦士、キーワシータチ戦士団が、 クリークの包みにあったウィリアム・デイビスの開拓地を襲わった。攻撃の結果は残酷な殺人となり、ほとんど武器を持たない15名の男、女、子供が殺された。デイビスは戦士の一人を殺した後、自分も殺されたという。さらに二人の10代の少女がさらわれたが、ほぼ2週間後に受け戻された。この出来事は白人の間に強行を引き起こし、 多くの入植者が安全を求めて近くの砦に逃げ込んだ。一方イリノイ州の民兵隊はこのことをイリノイやケンタッキー州での新兵募集に利用した。今日、虐殺の現場には石碑が立っている。セントブレインの虐殺は5月24日にケロックスグラブの今日のパールシティ近くで起こった。この虐殺はブラックホークのバンドの選手とは別の ホーちゃんク族の戦士が実行した可能性がある。ホーちゃんク族の許可を得ていた可能性は少ない。この虐殺で、アメリカ合衆国インディアン管理官フェリクス、セントブレインとその仲間3名がされた。セントブレインの体はバラバラにされていたという証言があり、生きたままで切断されたと主張するものもある。この事件は白人たちに、一体のすべてのインディアンに対する、 言われのない恐怖を呼び起こし、それは白人入植者に友好的だった部族にも向けられた。その一つの例は5月30日に発行されたニューガレニアン紙の記事に現れた。この記事は虐殺の経緯に触れ、セントブレインとその仲間の殺人は、総ク族やホックス族の毛をくくの戦士に関連づけられていた。今日のウィスコンシン州で援軍。 ブルーマウンズ村の近くにあったブルーマウンズ鳥では戦闘や小競り合いが行われた場所ではないが6月6日から20日にかけて鳥の近くで戦争に関わる出来事があった最初の出来事は一人の鉱山師が殺されたことであり地域住民はホーちゃんク族の戦士がやったのではないかと疑ったこのことはホーちゃんク族の中から他にもブラックホークのバンドに 加わって、ミシガン巡州やイリノイの白人入植者を脅かすのではないかという恐れを増幅させた。二番目の出来事は、目撃者の証言によれば、百名ほどの戦士による鳥デへの本格的な攻撃であった。この攻撃で鳥出を守備していた民兵のうち二名が殺された。一名は遺体が見つかった時バラバラにされており、一部は見つからなかった。 スパッフォード農園の虐殺、または、ウェインの虐殺は、今日のウィスコンシン州サウスウェインの近くで6月14日に、起こった。オムリスパッフォードの農園で働いていた7名を、インディアンの一が襲い、スパッフォードを含め5名が殺された。2人は逃げ延び、そのうちの1人は、ハミルトントリデに逃げ込む前に1人の襲撃者を、殺した。もう1人は、数日間森の中に隠れて過ごした。 というのも、ほぼ同じ頃に到着した有効的なメノミニー族に、砦が奪取されたと思い込んでいたからである。ホースシュベンドの戦いは、スパフォード農園の虐殺から2日後の6月16日、今日のウィスコンシン州、ウッドフォードの近くで、ホースシュベンドと呼ばれるペカトニカ川の流れが、変わってきた池の傍らで起こった。民兵隊が20名ほどのインディアン戦士団を見つけて、 追跡し、全滅させた。この戦いは、ブラックホーク戦争でのアメリカ軍の初めての勝利となった。ワッダムズグラブの戦い、またはイエロークリークの戦いは6月18日に、今日のイリノイ州ステファンソン軍のイエロークリークの近くで起こった。戦闘は、銃剣やナイフを使った流血戦となった。総区族の者6名と、 ジェームズ・ステファンソンの部下の民兵3名が戦死した。ステファンソンもマスケット銃の弾を胸に受けて重傷を負った。この戦闘の結果はステリマンズ・ランの敗北で恐怖の残っていた地域住民の間で民兵に対する信頼を取り戻すことに貢献した。戦死した民兵の遺体はケロックズ・グラブの記念墓地に埋葬された。アップル側取りでの戦いは6月24日に 今日のイリノイ州、エリザベスの近く、旧ゴシラへのアップル川砦で始まった。ブラックホークたちおよそ150名から200名のソーク族とフォックス族の戦士、25名の民兵守備隊が守る砦を襲った。クラックストーン隊員が指揮する民兵は、砦の守備隊の多くが外に出ていたので手が足りなかった。双方が激しく銃撃を交わして、戦いは少なくとも45分間続いた。 鳥の中には、金号の開拓者が逃れてきていた。数トの女性、エリザベス・アームストロングが戦闘の後で、その勇敢さを表彰された。アームストロングは、鳥の中の女性を集めて、銃弾を補給し銃への装填も手助けした。鳥が以前よりも防御が固くなっていると判断した。ブラックホークたちは撤退した。ブラックホーク戦争では、今日のイリノイ州ステファンソン軍、 ケロックズグラブで2度衝突が起こった。1回目は6月16日に起こり、小さな小競り合い程度のものであった。アダム・ダブリュー・スナイダーが指揮する部隊が、約80名のキカプー族戦士と交戦した。この戦いで3名の民兵が戦死し、キカプー族戦士は6名が戦死した。2回目はもっと大きなもので、6月25日に起こった。ジョン・デメント・の指揮する部隊が、 インディアンの大きな戦士団と林の中で戦った。ブラックホークの参加したインディアン戦士団は勢いの衰えない攻撃を繰り返し、25頭の馬と5名の民兵が戦死した。総区族の戦士は少なくとも9名が死んだ。7月21日、ヘンリー・ドジ将軍とジェームズ・ D ・ヘンリー将軍の指揮するイリノイとウィスコンシンの民兵隊が今日のウィスコンシン州。 ソークシティ近くで、ブラックホークのブリティッシュバンドを捕捉した。この衝突が、ウィスコンシン・ハイツの戦いとして知られることになった。軍事的には、ブラックホークたち選手隊にとって、壊滅的な打撃であった。激しい混戦の中で溺れた者も,も含め、損害は70名以上に上った。比較的高い損失にもかかわらず、インディアン選手団の大部分、これには女、子供も含まれていたが、 ウィスコンシン川を越えて逃げ延びた。しかし、その猶予も束の間であり、民兵隊は最終的にバッドアックス川の河口でインディアン戦士団を捕らえ、戦争の行方を決定づけることになった。バッドアックスの戦いは8月1日から2日にかけて今日のウィスコンシン州ビクトリーの近く、バッドアックス川がミシシッピ川に合流するところで起こった。 ヘンリー・アトキンス将軍の指揮するアメリカ軍は、蒸気船の戦闘艦まで持ち出して、銃と大砲でインディアン戦士団を攻撃した。二日間にわたる戦闘で、最後は戦意を失ったインディアンが逃げ出す頃を、虐殺するようなことになった。非戦闘員を含め150名以上のインディアンが殺された。アメリカ軍の損失は5名が、戦士19名が負傷であった。 ブラックホークは捕虜になった。この戦闘で、ブラックホーク戦争は終結し、ミシシッピ側の東でのインディアンとの戦いも最後となった。1832年のブラックホーク戦争では、70名の白人入植者とアメリカ軍白人兵士及び数百人の総区族戦士が死んだ。戦闘での損失とは別に、ウィンフィールド、スコット将軍の救援部隊では、 数百名が死亡、または逃亡した。戦争の結果、イリノイ州、アイオワ州、及びウィスコンシン州のインディアンによる攻撃の不安が除去された。あとに、アメリカ合衆国大統領となる、エイブラハム・リンカーンはこのブラックホーク戦争で、レイノルズの民兵隊に従軍したが、実戦には遭遇しなかった。やはり大統領になるザカリー・テイラーは、 アットキンソン将軍の下で部隊を指揮した。南軍の大統領となったジェファーソン・デイビスは、戦争中の大半は従軍していなかったが、1832年9月には戻ってきて降伏したブラック・ホーク、その息子ファーリング・サンダー、ニー・ポープ、ホワイト・クラウドその他を、ミズーリ州のジェファーソン兵舎まで、移送保衛を務めた。デイビスは1887年に、 彼が、ウィスコンシン・ハイツの戦いに参軍していたと語ったが、今日では信憑性を疑われている。ブラック・ホーク戦争は、合衆国内で行われた、他の戦争と同様に政治家となったものに白をつけた。リンカーンやデイビスのような顕著な例の他にも、イリノイ州の知事は4名が従軍していた。トマス・フォード、ジョン・ウッド、ジョセフ・ダンカン、及びトマス・カーリンである。 ミシガン州やネブラスカ州でも後の知事を輩出し、少なくとも7人はアメリカ合衆国上院議員となった。1836年、ヘンリー・ドッジはウィスコンシン・巡州の知事に任命された。しかし、ヘンリー・アトキンソンは戦後あまりうまくいかず、最後の10年間はセントルイスのジェファーソンを弊社で過ごした。戦争に従軍した者、部下や上官は、 アトキムソンの戦争式が混ずったと思った。次の大統領アンドリュー・ジャクソンは戦争の責任を負わせるものを戦争継続中から探していた。戦後の議会報告書はアトキムソンの過失について触れており、密かにアトキムソンを批判する者もいた。ザカリー・テイラーは戦争の最初の戦闘がイザイア・アスキルマンの民兵隊ではなくアトキムソンの正規兵隊が ブラックホークと介しておれば、この戦争は一発の銃弾を放つこともなく、終わっていただろうと述べた。調停者である、マカタイメイキ,アキ役、ブラックホークは、戦争の責任者にされ、一連の戦争は、ブラックホーク戦争と名付けられた。しかしブラックホークが、この戦争を、引いていた、わけではない。インディアンにとってはこれは、ソーク族の戦争であり、ホックス族の戦争であり、 キカプー族、その他、この地から領土を奪われたくなかったインディアン部族、それぞれの戦争なのである。ソークフォックス族は、この戦争の後、ミシシッピー島の彼らの領土を永久に失った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。